あれ、こんばんは。ブルブルドクさん、こんばんは、こんばんは。こんばんは、バンワンコ。レッピさん、こんばんは、こんばんは。カネナッシーさん、こんばんは、こんばんは。スグレさん、こんばんは。ケンタさん、こんばんは。エルプリメロさん、こんばんは。ユーマさん、こんばんは。アキラさん、こんばんは。ニャンズさん、こんばんは。フクキヨさん、こんばんは。スメナさん、こんばんは。トシさん、こんばんは。アッチャンさん、こんばんは。アイスレモンさん、こんばんは。はじめましてじゃないですね。はい、ということで皆さん、いかがでしたか？ピーナッツ、食べれた。ありがとうございます。かわいい、ピーナッツ。はい、こんばんみ。ということで、今日は結構虎をうまく描けましたね。はい、あれ、私、あ、これあれかで、やっぱラクロンが出てくるこれ結構傑作ですよね、ラクロン。あ、ピーナッツありがとうございます記憶、確かに記憶飛びまくりましたね。今日は記憶を飛びまくった反省、記憶がありませんでしたね。鬼は外、そっか、鬼は外、節分か。はい、え、うまくなってる？やった。今日もメイクとヘアスタイルめっちゃ好き。あ、嬉しい、ありがとうございます。今日めっちゃなんかいいですよね、新鮮で。私もすごい今日好きです、すべてが。はい、ということで、ラクロンね、今日もなんか描きたいと思うんですが、はい、ゆなちゃんに絵を描いてくださいというふうに言ってもらえたので描きたいと思います。なんかいつあんまり描かないやつがいいな、皆さん。なんかあんまり描かない動物とかを欲しいです、欲しいです、こうやってあんまり描かない動物を、うん、欲しい。ありがとうございます、金なしさん。え、ブルブルドクさん、あれすごい、ロケット、ありがとうございます。福は内、ブルブルドクさん、グワウチがいいですね。タツノオトシゴ、あ、意外とタツノオトシゴ書けるかもな。あー、カモノハシ、カモノハシね。あ、ナマケモノいいかも、ナマケモノにします。ナマケモノわかんないもんな、ナマケモノ書きたいと思います。空想動物園、面白い、空想動物園ありですね。あ、それ今度やろっかな。ね、でまずはナマケモノを描きます。ナマケモノは私って言ってるけど、佐渡健さん、なるしさん、ウォンバットってどんなんだっけ、聞いて全然浮かばない、ウォンバット。じゃあちょっと時間があったら、私が想像、今頭の中に想像したウォンバットを描きたいと思います。ナマケモノの、みんな、あの、怠け者の特徴を教えてください。それを元に描きたいと思います。顔はもうね、出来上がってる、なんか猿みたいな感じだよね。こういう感じだよね。手足がぐにゃぐにゃ、手足が長い、ニヤッとした顔、爪長い、ニヤッとした顔、ニヤッとした顔、ニヤッとした顔で、爪長い、手足が長い、でかい爪、ケムクジャラなんだ、ケムクジャラなんだ。あ、本当だ、ちょっとそれっぽい。超絶垂れ目、鼻は黒い、黒いか、だらっとしてる。あ、それか、あ、それね。でももうちょいリアルな、ちゃんと基本ぶら下がってます。腕が長くて爪も長い、爪が恐ろしく長い、巻き爪なんだ。みんな爪が長い、あの、鼻が想像がつかないな。手が長い、
横穴って何？こう？あ、横に穴開いてんだ。で？鼻は犬のペッキーズ。鼻は黒で地味。鼻は低め。で、爪が長いよね。あ、それっぽい。待って、胴体が分かんない。どうやって描けばいいか。足は？足どうなってます？怠け者。手長ザルに近い。足どんなんだろう。クーガさん、こんばんは。こんばんは。足は手と一緒？手とほぼ一緒。足もぐちゃぐちゃ？手と一緒？え、むずくない？やばいかも。ちょっと結構やばいかもしれない。胴体は適当にケムクジャラ、ナムックみたいに。ケムクジャラね。いっぱい毛を描いてます今。はい、でも意外とうまいかもしれない。胴体はコーラのイメージ。足は手に比べて足のが長い。足長いかも。描けました。とりあえず描けました。でも割と上手かもしれないぽいよ。せーの、じゃん。はい、こちらです。ぽくない？四足歩行の人間型。ぐにゃぐにゃだ。ぐにゃぐにゃ。それ確か絵真似したら描けるのか。ピエロやけに柔らかいな。ドラケモン？ドラケモン？あ、ドラケモン。ドラえもんっぽい。ドラケモンいいね。ドラケモン、怠け者が人間に進化する途中みたい。あのよく原始人からこうあるやつの怠け者版。関節はどこに？関節っていうあれが難しいね。あ、わかるよね。すごくわかる。はなちゃんさ、やばい。飛躍感ある。こんな感じです。実物はもっとやる気ない。結構これやる気ありそうですよね。ド上げされてないよ。伸びたと思う。めっちゃピーナッツありがとうございます。レッピーさん、徳田孝治さん、ありがピーナッツ。ちょっと猿人間感が強いかな。でも聞いただけにしてはうまいかもね。そうですよね。はい、これがドラケモンですね。ドラケモン、僕ドラケモン、ドラケモン。はい、ドラケモンです。ドラケモン。はい。ドラケモンです。はい。ドラケモン。はい、ドラケモンと、あとなんだっけ、ウォンバット。ウォンバットってどんなんだ。また新しいの誕生しました。アストラロピテクス、また新生物誕生できましたね。動物園に今加わってってる。みんなあのちゃんと記録に残しといてください。スクショしといてください。今度ちゃんと大集合させられるようにちゃんと撮っといてください。はい、ドラケモン爆誕したところでウォンバットを描きたいと思います。あ、カピバラみたいなやつか。カピバラみたいで
でっかいネズミ？でっかいネズミ？怖っ。ネズミ？胴体は？古典？そのうち古典できるんじゃない？花ちゃんさ、これでできますか古典？でもなんか面白いですね。古典したいかも。めっちゃ面白い。志村さん、はいはい。吉パパさん、吉パパさん、はじめまして、はじめまして。丸で描けるね、ウォンバット。あ、丸なんだ。今私こう描き始めこれなんですけど、絶対違うか。カピバラ？カピバラ。くね、ウォンバット。顔はどんな顔ですか？あ、でも丸だからこううずめればいいのか。顔は？ウォンバットの顔を皆さん教えてください。生きてるぬいぐるみみたい。あ、じゃあ可愛いんだ。キルーンって感じ。キルーン。結構いい線いってるかも。顔はクマ？顔クマなの？胴体は小さいクマ。顔はクマ？こうか。クマ。コアラみたいでクマ。ほっぺが膨らんだクマ。あ、かわいい普通に。クマにネズミ足？ネズミ足？あ、これか。尻尾は？つぶらな瞳です。尻尾は短い。ウサギみたいな感じか。出っ歯なんだ。え、めっちゃこれでいいかな。ウォンバットかわいいね。かわいくないですか、ウォンバットウォンバット。足何本ですか？ 1,2,6 本ある。6本ありますね4本か。完全にリスね、可愛いですよね。あ、可愛いって、ありがとうございます。ブルブルドクさん、ありがとうございます。バット持たせよう。あ、ウォンバットだから、いいね。ウォンバット、バット、バット持たせます。カキーン。ホームラン。サングラスしてないですよ。実際はもっとネズミ？ウォンバット。ウォンバットです。ウォン。画像の検索して、したいけどね、今これで見れないんだ。見たい。ウォンバットです。LINE のスタンプに。ウォン。ウォンバット。ウォンバット。ウォンバットのウォンは何だろう。あ、ウォンバント面白い。そうしよう。ウォンバント。ウォンバント。ウォンバントです。面白い、かわいい。気に入った、こいつ。かわいい。か
可愛いですね、ボンバンと。はい。もう終わります。はい、ボンバンとです。撮ってください。はい、もふもさん筋トレしてたら遅れました。えらい、お疲れ様です。はい、ボンバンとです。ピーナッツありがとうございます。レッピーさん、カッツンさんも。あ、リピーナッツです。はい、ウォンバントですね。はい、ということで、じゃあそろそろ終わろうと思います。バント感すごい、佐藤健さん。すごいバント感。かわいいね。はい、ということで今日は、この怠け者、このドラケモンと、このドラケモンと、ウォンバントが加わりました。動物園に。はい。ということで、フラワー24歳、ゆなちゃんいるのはもうね、いないんです、私一人なんですけど、そうなんです、今、ゆなちゃんから伝授してもらった絵を発揮してました。絵を発揮してました。いつか個展できますように、来てくださいね、なんかステッカーとか作りたいな。ね、ステッカーとか作りたい、T シャツとか。配信終わった後、検索して、確認するのが楽しみですね。あ、そうだ、ちょっと検索してみますね、終わったら。はい、ワクワク動物園です。ななみ動物園、レッピーさん。はい、こんにちは、インドネシアからのご挨拶で。こんにちは。佐藤健さん、個展行く、嬉しい。あ、個展やりたい。いいな。はい、ということで、じゃあ皆さんありがとうございました。ランキング5位から発表して終わりたいと思います。5位、徳田孝氏さん。ありがとうございます。はい、そして4位シーブルー13佐藤健さん、ありがとうございます。はい、そして3位ブルブルドッグさん、ありがとうございます。ブル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 ドッグです、ありがとうございます。はい、そして2位岩流島尾隊員さん、ありがとうございます。岩流島尾、また来てしまおう、ありがとうございます。そしてレッドヘリングレッピーさん1位、ありがとうございます。レッピー、はい、皆さんありがとうございました。はい、じゃあ皆さんね、また今度何を動物園に加えたいか、ぜひ、あ、これいいんじゃないっていう動物とかが思い浮かんだら私に教えてください。そしてまたコメントしてください。はい、ということで、みんなバレンタインもね、いいバレンタインを過ごしてくださいね。おすすめのチョコとかお菓子がありましたらぜひ教えてください。はい。じゃあまた、個展どこでいつやるの、いやまだわかんないけど、やりたいなという話なので、ぜひぜひやったら来てください。はい、ということで終わりたいと思います。皆さん今日もありがとうございました。今日もお疲れ様です。おやすみなさい、バイバーイ。